こんにちは、TM コアです。今日はですね、去年の暮れぐらいからちょっと私ね、体調崩しまして、何ヶ月もですね、ちょっと投稿ができない状況というのがちょっとありまして、で投稿がねすごく空いてしまったんですが、だいぶ体調もね戻ってきて、で気力もね出てきたもんですから、またね再開したいなということで、今回ね動画を回しております。で再開一発目のですね動画は何をしようかというところなんですが、今回ですね、ビカクシダ、ビカクシダっていうのを皆さんご存知ですかね。後ろにねいっぱいこういう感じで壁にかかってる、これビカクシダです。こういった着生植物なんですけども、野生下では木だとかいろんな植物に着生してですね、でそこで育っていくというね、胞子で増えていく、シダ系の、植物です。それをですねこうやって板付けをしてですね、こういうふうに部屋に飾るっていうのがですね、非常に楽しいので、私も、ちょこちょこやっているわけなんですが、今回ですねやりたいのが鉢植えのビカクシダを、ちょっと分けてですね、で、鉢植えで、見ていただいた方が早いな、こんな感じでね今鉢に植わってます。でこれが今バサッとあって、この株がですね今3株ぐらい、パッと見3株ぐらいこうあって、で1,2,3ですねの3株あって、これをですね解体して、で余分なところを取って、で板付けをねしていく作業の前段階というかをしていきたいなというふうに思います。このビカクシダはですねビフルカツムっていうね種類のビカクシダになります。これをですねちょっとねまずは、板付けの下準備として解体をしていこうと思います。じゃあ早速その様子をですね見ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあまずですねこの子をちょっとこれね出さないとダメですね。まずはねどうやって出すかなこれね、だいぶもうガチガチになってるから、これ出せる、出さないとでもね始まらないんで出しますよ。よし、こんな感じで出ましたね。よし、これこのお塩が、よし、じゃあこっから一個ずつちょっと解体していきましょう。まずこの子をですね救出します。これをに行っちゃいます。Thank you.
か。まず1個目、最初に撮ったのがこの子、これですね。これが、これもね、葉っぱはこのまま生かすかな。こういう感じだけど、貯水葉がね、このポットの形になっちゃってるんで、これをまたね、ここにこのままこういう感じで板付けしていきます。それと、あとこの子はね、比較的いいですね。これ全体的な形が一番上にあったんで、全体的な形がこのまんまいけると思います。こうやっていけますね。それとこの子、これが脇から出てた子だね。これも下をちょっとカットしよう。こうやってね、変に盛り上がったところがあると、貯水葉がね、まっすぐ張れないんで、こういうところは取っちゃいます。実はですね、もう一個あるんですよ、これ。これがね、これも一緒にもう、ついでだからやっちゃおうかな。こんなやつがあって、これもね、ちょっと手強いんですけど、これはね、謎なんです、謎美。何の、あれだかわからない。多分ね、この感じからすると本当に同じようにビフルとかそんな感じなのかな。ここにバッサリ突っ込んでいくか。よし、やっちゃおう。ガツ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 。カッターよりも包丁でやった方が力が入ってね、危なくない。カッターはね、力が入んないんですよね。それもね、このぐらいのね、フルーツ用のあれがいいですね。そうするとね、これね、ここにこういう風にね、力が入れられるんですよ。ここにぶつけて、こういう風にぶつけだから、私はこういうのが使いやすいな。それでね、真ん中のね、成長点のね、ところの根がものすごく硬いんで、これをね、断ち切ってあげないといけないんでね。これここにもう一つ、ここにね、もう一個ちょっと株があるんで、これだけ救出しましょうか。ただでもらってきたみたいな、こんな感じで取れました。こんな感じで取れました。でここはちょっとこれが邪魔になって、で貯水葉が変な形になりますので、取っちゃう。はい、じゃあ早速ね、板付けをやっていきましょう。で板はね、これね、こんなホームセンターで買ってきた普通の杉板、15cm×30cm ぐらいかなの杉板と、あと、まあ、用意するのは水苔です。こんな感じでね、もうちょっとほぐしてあります。それとあと、こういう、これも100均で買ってきた透明ミシン糸。それでここにね、この今取ったこの株をね、こうやって乗っけていくわけです。で、そのここにね、水苔を配置して、で水苔を持ってですね、やっていくんですけど、今回ね、ちょっとね、こんなのもね、用意してみたんです。これはなんだろうな、
ヤシ柄マットみたいなやつの、こういうね、あのこれ多分どっかにペタってこうくっつけて、ここにお花をこう入れるやつですね。これをですね、中にちょっと仕込もうかなと。それでこれちょっと買ってみたんですけど、というのは水苔だけでやったっていいんですけど、水苔がたくさん入っちゃうのと、真ん中の部分はあんまりこう練って張らないんですね。なのでどっちかっていうと通気を取ってあげたいなというところなんで、ちょっと通気性を考えてこんなのをちょっとやって、実験的にやってみます。もしね、あんまりダメだったらまた次の機会にはもうやらないかもしれない。だいたいあのビカクシダでかくなっていくに従って、どん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 ね、水ごけ増しをしないといけないんで、そのタイミングでまたちょっとねやってみたいと思うんですが、あの水ごけがね高いんですよ、すごくね。これニュージーランド産の水ごけなんですけど、水ごけがねすごくまあお高いので、それをねちょっとね、まあ節約する意味でも、でこのヤシマットは安いです。でこれをこんななって、まあ、持っていきますね。上の方はねこれあんまり必要ないんですが、後でまたねちょっと水苔を足していきますので、ちょっと最初は少なめにちょっとやってみます。できるだけ僕はね、あんまりこう高く盛りたくないんですよね。なんかね、なんかかっこ悪いっていうか、あのもうちょっとできるだけ平らにしたい。こんな感じですね。よし、じゃあ次のやつね。私はもうここにねちょっとビス止めてあるんですけど、で糸巻くときにこういうふうにしなくてもいいんで、ここにビス止めてると、まあでここでちょっと位置があれのときは回すんですけど、どっちかっていうとね、ここをこういうふうにね回せると結構楽。
こんな感じでね、板付け完了しました。 1,2,3,4 個、とりあえず4つやりました。でこっちの3つがビフルカツムですね。1つの鉢に3つ生えてたやつですね。こんな感じで、でもうこのね、貯水用の上からもう巻いちゃってます。でまた新たなね、貯水用で、巻いてきた時に綺麗な形に、ね、なるような、下地の成形をねしています。まあこんな感じ、これもね、これが一番ちっちゃいかな。でもこんな風にこれが今度バーッと巻いてきた時にはすごく綺麗な形でね、貯水用が巻けると思います。これもそうですね。であとまああんまりこの葉っぱの胞子葉の方もですね、様子を見ながら剪定して、で新しいもう葉子葉が出てますんでね、で古いやつはちょっと剪定していくかなというふうに思います。これはね、意外と葉っぱもしっかりしていて、もう外管理かな。ここはね、結構今いっぱいこんな感じであるんで、外管理した方がいいかもしれないですね。でこれが謎び、これはなんだかよくわからないけども、とりあえず鉢に植わってたやつをもらってきたんで、なんだかわかりません。お店っていうか、そこの人もちょっとよくわかんないって言ってました。でこれも綺麗に もうなだらかにしてます。こういう感じ でこの後貯水葉が回ってきても綺麗にこれはいくと思います。このままね、貯水葉が回ってくる。でここはもうね、ちょっと硬くて、でまあまあ綺麗だったんで、このまま残しました。でこれは多分貯水葉が立ち上がってくるタイプだから、まあ、なんだろうな、ウィリンキーとかそういうのかな。でもちょっと葉っぱがちょっと違うかな。幅広ですよね、葉っぱがすごく。こんなに幅が広いです。であんまり分岐してない、うちもあんまり分岐してないんで、ちょっとなんだかね、よくわかんないです。もうちょっと大きくなってね、見たらなんとかわかるかもしれません。でここに成長点があと細かいのがちょっとありますが、またちょっとね、日を改めてやろうかなと思います。はい、今日の動画はね、我が家のビカクシダの、株分けというか、一つの鉢にですね3つ入っていたのを分けて、で板付けしたという動画でございました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。